栃木翔一女児殺害事件犯人である証拠や冤罪を示す証拠事実はどっち？事件概要。栃木翔一女児殺害事件は、2005年12月1日に栃木県今市市現在は日光市に住む小学1年生の吉田幸ちゃんが下校中に行方不明となり翌日、茨城県常陸大宮市の山林で視察隊で発見された事件です。吉田幸ちゃんが行方不明となった地名から、特にメディアでは今市事件とも呼ばれていました。吉田幸ちゃんは、2005年12月1日の午後2時50分頃、日頃から通学路として利用していた三叉路で下校途中の同級生3人と別れた後、行方不明になりました。三叉路から120メートルほど行った砂利道に曲がる手前の場所で、吉田幸ちゃんの痕跡が忽然と消え、警察犬が反応を示さなくなったため、この辺りで連れ去られたと考えられています。翌12月2日に、栃木県警が公開捜査に踏み切ったところ、午後2時頃になって、吉田幸ちゃんの自宅から60キロも離れた茨城県常陸大宮市の山林で、遺体となって発見されます。吉田幸ちゃんの遺体遺棄現場周辺は人通りが少なく、人目につかない場所だったようです。吉田幸ちゃんの遺体は全裸の状態で、胸などを特殊な刃物で十数箇所も刺されていたことなどから、栃木県警は殺人事件と断定しました。また、連れ去り現場と遺体遺棄現場で県境をまたいだことから、茨城県警との合同捜査本部が設置され、捜査が開始されました。遺体遺棄現場には、吉田幸ちゃんのランドセルや着ていた衣服などの遺留品が見当たらず、捜索が行われましたが、現在まで発見されていないようです。ただ、連れ去り現場や遺体遺棄現場周辺での聞き込みや、学校からの情報提供により、吉田幸ちゃん失踪直後の午後3時頃、若い男が運転する白いセダンタイプの乗用車の目撃情報など、いくつか不審者情報が寄せられました。すぐさま、今市市から常陸大宮市へ至る国道293号や国道123号日光宇都宮道路では、検問やコンビニインターの料金所などの防犯カメラ監視カメラの映像チェックも行われました。しかし、それらしい人物や車は映っていなかったようです。両県警は、フリーダイヤルを設置し、電話での情報提供を呼びかけると同時に、配布されたポスターやチラシは両県内はじめ、多くの駅やショッピングセンターなどに貼り出されています。さらに、2006年8月1日より、犯人逮捕に結びつく情報に200万円の懸賞金がかけられ、翌2007年7月27日からは、捜査特別報奨金の対象事件として懸賞金は500万円に引き上げられました。しかし、それでも一向に有力な手がかりがつかめませんでした。捜査が難航した原因は、吉田幸ちゃんの誘拐目的がはっきりせず、犯人像が特定できなかったことや、遺留品が全く見つからなかったことなどが挙げられています。ところが、いよいよ迷宮入りしてしまうかと思われた2014年、事態は急展開を迎えました。栃木翔一女児殺害事件今市事件で逮捕された勝又拓也とは ?2014 年4月17日、栃木県警より栃木県鹿沼市内の男当時32歳が、栃木翔一女児殺害事件への関与を認める供述をしたため、現在裏付け捜査中との発表がなされました。そして6月3日には、同事件の犯人として勝又拓也容疑者を逮捕したとの発表がありました。有力な証拠がなかったことから、捜査は難航を極め、実に事件発生から9年以上もの歳月を経て、ようやく栃木翔一女児殺害事件の容疑者が逮捕されたわけです。勝又拓也容疑者は、2014年1月に販売目的でブランド品の偽物を所持したとする別件の商標法違反容疑で、実母ともども逮捕されており、この事件ではすでに起訴されていたといいます。そして9月10日には、栃木県警により、容疑者逮捕につながる情報を提供した2名に対して、捜査特別報奨金及び遺族による謝礼金計500万円が支払われた旨が発表されています。その後の取り調べで、勝又拓也さんからは犯行時の詳しい行動についての供述が得られたといいます。しかし、2016年2月29日、宇都宮地裁で開かれた初公判では、
勝又拓也被告は、自白は強要されたもので、私は殺していませんとはっきりした口調で無罪を主張。ですが、同年4月8日に開かれた判決公判松原さとみ裁判長では、自白の強要は認められないとして、検察の求刑通り、勝又拓也さんに無期懲役が言い渡されました。栃木省一女児殺害事件今一事件の犯人が勝又拓也とする証拠。実は事件直後から捜査線上に浮上していた勝又拓也。栃木省一女児殺害事件が発生してから、実に9年以上もの歳月をかけてようやく犯人逮捕に至ったわけですが、実は事件発生直後から、捜査線上に勝又拓也さんが浮上していたようです。無職で引きこもりの怪しい男がいると捜査本部には情報が寄せられ、勝又容疑者宅の近隣の住民も部屋を暗くしてパソコンを開いていたと噂をしていた。養父も勝又拓也を怪しみ通報までしていた。勝又拓也さんは、5、6年前から骨董商を営む母親の仕事を手伝っていたようで、事件への関与が疑われていた白色のセダンタイプの乗用車を仕事で使っていました。ちなみに、ゆきちゃんが行方不明になった場所と遺棄現場近くの高速道路の料金所に設置されている防犯カメラに、勝又容疑者が所有していた乗用車が映っていることも確認されています。また、勝又拓也さんにはナイフマニアの一面もあり、ナイフなどを多数所持しており、実際、車の中で刃渡り20センチほどの短刀を持っているところを養父に目撃されています。吉田ゆきちゃんが特殊なナイフで十数箇所刺されていたことを考えると、その点でも勝又拓也さんが犯人として有力視される根拠となったようです。さらに、勝又拓也さんは吉田ゆきちゃんと同じ小学校の卒業生で、宇都宮市内の中学校に転校するまでは連れ去り現場付近で暮らしており、周辺の土地勘があったこともわかっていました。ここまで勝又拓也さんが、栃木省一女児殺害事件の犯人像と符合することから、養父も彼の関与を疑い、母親に拓也じゃないだろうなと聞いたことがあるのだとか。すると母親に黙ってろなどと怒鳴られたと言います。いよいよ怪しいと感じた養父は、2006年1月に、息子を調べてみろと警察に情報提供までしているそうです。勝又拓也に幼児性愛や猟奇的な性癖があることも明らかに。さらに、勝又拓也さん本人のものとみられるツイッターアカウントには、次のようなロリコン趣味を伺わせるような投稿が確認できたそうです。ランドセルはよ実装はよスクミズスクール水着のいランドセル、最強な組み合わせ。また、鹿沼市の自宅から押収された勝又拓也さんのパソコンには、多数の女児のビデオ画像が見つかっているんですよね。中には、幼児性愛や猟奇的な画像も含まれていたそうです。さらに、パソコンのデータを解析し、削除されていた画像を復元したところ、殺害された吉田ゆきちゃんと見られる少女の遺体が映っていたなんて話も報道までされたようです。もしそれが事実だとすると冤罪を争う余地は、もはやありませんよね。しかし、これは証拠としては認められなかったってことでしょうか。ただ、最後の噂話はさておき、その全ては状況証拠なんですよね。それでも、ここまで犯人像と符合する勝又拓也さんは、心情的にはとっても怪しいと言わざるを得ません。が、しかしそんなとっても怪しい勝又拓也さんなんですが、現在ではいささか風向きが変わってきているようなんですよね。自白を強要された可能性がある。勝又拓也さんは逮捕後、吉田ゆきちゃんを殺害した時の状況について、次のように自白しています。ナイフで胸のあたりを10回くらい刺した6、7秒だった。しかし、勝又拓也さんは裁判で、警察栃木県警からゆきちゃんを殺しましたというまで寝かせない殺してごめんさないと50回言わないと晩飯抜きだと連日責められたそう。また、自白すれば罪が軽くなると利益誘導までされたと証言し、一貫して無罪を主張し続けました。被害者の遺体から新たな第三者の DNA が検出されている。吉田ゆきちゃんの右目の下には、粘着テープを剥がされた跡とみられる、幅約2センチ、長さ約14センチの平行に走る2本の線状の皮膚の変色がありました。2018年2月には、
その周囲から、勝又拓也さんでも警察関係者でもない、第三者の DNA 型が検出されていたことがわかっています。この点について、吉田ゆきちゃんを司法解剖した本田克也筑波大教授は、次のように述べておられます。傷はテープを剥がした際に犯人がつけた可能性がある、と指摘。第三者の DNA 型は犯人の指と爪の細胞から検出された可能性が極めて高い。犯人に結びつく証拠として極めて重要だと述べた。つまり、この新たな証拠は、勝又拓也さん以外の犯人が存在する可能性が極めて高いことを意味しているわけで、弁護側は、勝又拓也さんの無罪を裏付ける重要な証拠としています。ちなみに、吉田ゆきちゃんの遺体からは、勝又拓也さんの DNA 型は一切検出されていません。勝又拓也の自供と遺棄された遺体や現場の状況が矛盾している。栃木省一女児殺害事件では、物的証拠が非常に乏しい中、勝又拓也さんの自供が最大の争点とされています。実は、遺体遺棄現場では吉田ゆきちゃんの血液がほとんど採取されていません。吉田ゆきちゃんの死因は、検視の結果失血死だったことが判明しています。死に至るほどの大量の失血がある場合、たとえ小一の子供であっても血だまりなどができるはずなんですよね。それにもかかわらず、遺棄現場のルミノール反応は、指を切ったか鼻血程度の量だったそうです。また、吉田ゆきちゃんの遺体は発見当時は死後硬直が進んでいました。もしも、勝又拓也さんの供述通り、遺棄現場で殺害されたとすれば、現場の急斜面に沿った形で硬直していなければなりません。しかし、実際の吉田ゆきちゃんの体は、現場の斜面には沿わない形で固まっていたといいます。一説によると、まるで車の後部座席に寝かされていたような固まり方だったのだとか。二審東京高裁でも無期懲役判決が下される。2018年8月3日、東京高裁で開かれた控訴審の判決後半、藤井敏明裁判長は、無期懲役だった一審の裁判員裁判判決を破棄した上で、勝又拓也被告に改めて無期懲役を言い渡しました。遺体についていたテープから検出された第三者の DNA 型について指紋検出作業をした際のコンタミネーション汚染の可能性があるとし、この方が殺害犯人に由来するものである可能性が高いと言える合理的な理由はないと判断した。藤井裁判長は一審を破棄した上で間接証拠などから、被告が殺害の犯人だと認められるとして、改めて無期懲役を言い渡した。被告が犯人であることを相当程度、推認させる間接事実が存在すると指摘。別の事件で逮捕された後に、被告が母親に宛てて事件を謝罪する手紙を書いていることも踏まえれば被告が殺害の犯人でないとすれば、合理的に説明することは極めて困難と言い渡しました。一審に続き、二審控訴審でも無期懲役の判決が下された勝又拓也さんですが、現在もなお、無罪を主張し続けているようです。残すは、最高裁判所への上告しか道は残されていません。しかし、死刑判決でもない事件で最高裁で上告審が開かれることはなきに等しく、たとえ上告したとしても、上告棄却となって無期懲役が確定するだろうと言われています。検察側の状況証拠を概観してみると、勝又拓也さんは限りなく怪しく見えることは間違いありませんが、弁護側が主張する証拠に注目すれば、冤罪の可能性が高いように感じてしまいます。果たしてどちらの主張が真実なのか、現時点でははっきりしたことは言えませんが、少なくとも、何の罪もない幼い吉田ゆきちゃんが無残に殺害されたという重い事実は変わりありません。テレビの街頭インタビューなどでも、テレビ局に都合の良い意見を述べる人の映像ばかりを流すことがあるが、それと同じで編集された映像の場合は真実とは逆の印象を与えることが可能になるので、その危険性を裁判員の人たちがどれだけ分かっていたのかが問題だ。そんな編集された映像を流すことを許可した裁判官に判断についても、将来問題となることは必至だろう。最後に吉田ゆきちゃんのご冥福と、最愛の我が子を最悪の事件で亡くした新郎がたたり、2015年には隠してお亡くなりになった吉田ゆきちゃんのお母様のご冥福を、心よりお祈りいたします。